人の社会においては法律とかルールとかモラルによって一定の秩序が保たれていると思うんですよね。で音楽も一緒で、まあ、秩序のない音楽は、なかなかね一般のオーディエンスには受け入れられにくいところがあるんですよね。なので一定の秩序を保つために大切なこと、そして守るべきことがあると思うんですよね。例えばそれをベースというパートにフォーカスして考えてみるとどうなんでしょうね。まずベースプレイヤーにとって大切なことなんですけど、僕はまだ19歳の頃、最初はね見習いとしてプロの現場に入ったんですけど、そこでまず先輩から教えてもらったことは、小節の頭は必ずルートを弾くということなんですよね。確かにピアノやギターは、ベースありきでこのコードの押さえ方を考えているところはあると思うんですよね。なのでベースがルートを弾かないで誰が弾くのっていう感じだと思うんですよ。そしてもう一つの大事なことは、自らが推進力を生み出しそれを持続させるということなんですよね。ラテン以前の僕は割とドラムに寄り添う感じで、テンポキープとかグルーブはね、ドラムに依存していたところがあるんですよね。なんですけどラテン音楽の聖地キューバのミュージシャンの誰に寄り添うこともなく一人一人が推進力を持って進む、このパフォーマンスを目の当たりにしてからは、完全に意識が変わったんですよね。そして守るべきものとして、ミュージシャン同士の中に守るべきマナーがあると思うんですよね。例えば人が会話するときに相手が滑舌が悪かったりとか、支離滅裂だったりとか、コロコロ話題を変えてしまうと、まあ、会話にならないし楽しくもなんともないですよね。ただ疲れるだけみたいなね。それと一緒でね、やっぱりね滑舌の悪いピッキングとか支離滅裂なフレージングとか、まあ、テンポをキープできずにどんどん走るようなプレイはねやっぱりマナー違反だと思うんですよね。これらの問題は全て基礎演奏能力の問題で、これの解決方法は簡単だと思うんですよ。基礎演奏能力を上げればいいだけの話なんですよね。当たり前だろ、寝る子は起きるとね、よく世間では言いますよね。よく言いますよね。当たり前だろうって時にねよく言うよね。これは知らんけど、例えばテンポキープの力をつけるためにはやっぱりねメトロノームを使って練習することを僕はお勧めするんですよね。でもメトロノームにぴったり合わせることが音楽の最終目的ではないんですよね。要するに自分の体の中に基準となるテンポ感覚を養うことが大事なんですよ。例えば前乗りとか後乗りを語るときに基準のテンポがどこにあるのか分かっていないとね、やっぱり、ね、コントロールのしようがないと思うんですよ。それとメトロノームで練習してこなかった人の典型は、例えば自分がどんどん走ってしまっているということの、まあ、自覚症状がないので心臓の鼓動数に比例して止めどなく突っ走っているんですよね。まあね、こうなってしまうとこちらとしてはね本当お手上げ状態なんですよ。たまにねメトロノームを否定する方もいらっしゃるんですけど、僕はねこう考えてるんですよ。要するにね超絶にテンポキープ能力に長けたプレイヤーと共演している感覚なんですよ。僕は日頃自分のコンディションを確かめるために活用している曲があるんですね。それがインコグニートのコリブリという曲なんですよ。なぜこの曲を活用しているかといえば、まずベースラインがかっこいいんですよね。モチベーションがめちゃくちゃ上がるんですよね。これってねすごく大事なことだと思うんですよ。そして主たる理由としてやはりオルタネートピッキングの確認なんですよね。まあ、僕の動画をね以前から見てもらってる人はねもう分かってると思うんですけれども、例の弾いてはミュート弾いてはミュートっていう連続のオルタネートピッキングなんですよ。これね、それとテンポ
ポキープを確実なものにするための動きの確認なんですよね。お分かりの通り、このベースラインには休符が多いんですよ。でね、よく陥りがちなのが、休符が来るとグルーヴまでねお休みしてしまいがちなんですよね。でこの休符というのはね、お休みをするのではなく、音を出さないだけの音符なんですよ。そういう風に捉えていただくと、分かりやすいかと思うんですよね。でグルーヴはね継続させなければいけないんですよ。なので僕は、手の動きのルーティンの中にオンビートを取り込んで、そして無意識のうちにオンビートをカウントできる状態にしてるんですよね。ゆっくりと演奏するので右手の動きをよく見ていてほしいんですよね。まあこういった発想でルーティンを作ると、まず自分自身が演奏が格段に楽になると思うんですね。で結果として共演するミュージシャンもやりやすくなると思うんですよ。まあこれらのことがミュージシャンとしてのマナーでありエチケットだと思うんですね。でここで紹介したインコグニートというバンドは1979年に結成して、90年代のロンドン初のアシッドジャズムーブメントの立役者的バンドなんですよね。でここでベースを弾いていた初代ベースプレイヤーダンディ・ホープ・テイラー、まあ、彼についてのバックグラウンド情報が探せなかったんですけど、まあ、イギリスを中心としたスタジオミュージシャンであることは確かなんですよね。それで彼の特筆するところは、スクエアなプレーを求められればとことんスクエアに、そしてグルービーなプレーを求められればとことんグルービーにという感じで、まあこういうのをね本当に自由自在っていうんだなと思ってしまうほどの基礎演奏能力の高さを感じるんですよね。にゃーんって言ってますけど、ラテンワンポイント講座、まあ、今回のコリブリもバッチリ比べに当てはまってるんですよね。別にね、比べに当てはまる曲をわざと選んでるわけじゃないんですよ。ポピュラーミュージックのリズムっていうのはそういうもんなんだということをね、ぜひ皆さんに理解してほしいんですね。で、ラテン音楽の比べとポピュラーミュージックの関連性を理解する上では、もう一つね、アクセントレイヤーという概念も込みで理解していただくのがいいと思うんですね。この僕が考案したアクセントレイヤーという概念については、こちらのラテンベースでロストしない方法というコンテンツを見ていただいて理解を深めてほしいと思うんですね。それでは検証してみたいと思うんですけど、まずはドラムと比べだけで聞いてみましょう。まあ、このように明らかにこのドラムはクラーベ3-2なんですよね。まさか本当にそうかとまだ疑ってる人はもういないですよね。念のために今回初めて僕のコンテンツをご覧になっている方のために、クラーベをひっくり返して 2-3 で聴いてみましょう。全然噛み合わないでしょ。ということでこの曲はね 3-2 なんですよ。次に他のパートはどうか、ちょっと検証してみましょう。例えばベースにしてもキーボードにしても、今回はね顕著な比べ感はないんですよね。しかしながら実はね、この、ドラム、ベース、キーボードの3つのパートに共通する比べに準じたね合わせどころがね1箇所あるんですよ。まあその合わせどころをね分かりやすくちょっとマーキングしてみましょう。でこのようにアンサンブルは明らかに 3-2 なんですよね。でね、比べっていうのはアンサンブルの整合性を上げる上でのキーとなるんですよね。このキーという言葉をスペイン語に訳すと比べなんですよ。
自分にとって大切なことって何ですかと問われれば、間違いなく家族と答えますね。それは自分のルーツとする家族、そして妻のルーツとする家族を指すんですよ。で、いつも断るごとに両方の家族のことを考えてるんですよね。そして妻はいつも僕のことを考えてくれてるそうなんですよ。旦那の保険金はいくらだったっけなとね、お後がよろしいようで。今年1年本当にご視聴いただき本当にありがとうございました。来年も強行万端よろしく引き立ってお頼申します。バイ車トラジロー。